ヨハネス・ブラームスの公共曲第2番に蝶々作品73は1877年に作曲された。第1公共曲とは対照的に伸びやかで快活な雰囲気を示すが構成的にも統一が見られ音楽の表情は単純でない。ベートーベンの公共曲第6番田園に例えられブラームスの田園公共曲と呼ばれることもある。ブラームスが公共曲 第2番を作曲したペルチャッハ1877年6月、ブラームスは南オーストリアのケルンテン地方、ベルター・コハンにあるペルチャッハに秘書のため滞在、第2公共曲に着手し、9月にはほぼ完成した。10月にバーデン・バーデン近郊のリヒテンタールに移り、そこで全曲を書き上げている。4ヶ月間の作曲期間は、 第一公共曲の遂行を重ねて20年余りを要したのと対照的だが、第一公共曲の作曲中にも準備が進められていたという説もある。ブラームスはペルチャッハから批評家、エドアルト・ハンスリックに宛てた手紙に、ベルター・コハンの地にはメロディがたくさん飛び交っているので、それを踏みつぶしてしまわないよう、とあなたは言われることでしょう。と書き送っている。 その後ブラームスは2年間続けてペルチャッハで夏を過ごし、この地でバイオリン競争曲やバイオリンソナタ第1番雨の歌などが生み出された。ブラームスの親友の一人である下界のテオドール・ビル・ロートは第2公共曲に接してペルチャッハはどんなに美しいところなのだろうと語ったとされる。1877年12月30日、ハンスリヒター式の ウィーンフィルハーモニー管弦楽団によって初演された。この初演は大成功で第三楽章がアンコールされた。翌年9月にブラームスは故郷のハンブルクに招かれ自身の指揮によって再演を果たしている。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、トロンボーン3、チューバー、ティンパニー1体、弦5部。 ブラームスの他の公共局で使われているコントラファゴットが使用されず、第2番だけにチューバが使われているのが特徴的である。約45分。2長丁、3、4拍子。そなた形式。冒頭に低減がそうする DCD の音恵が全曲を統一する基本動機となっている。ホルンが牧歌的な第一主題を出し、木管がそれに応える。 バイオリンが基本動機に基づく明るい旋律を歌う計画の後、チェロが第二主題を奏する。この主題の冒頭は、ブラームスの子守歌として親しまれている、子守歌をオーパス49から4を AA 単調にしたものを元にしており、提示部には反復指定があるが、あまり実行されない。展開部では、主として第一主題を扱い、計画や基本動機も加わる。 第一主題に基づくトロンボーンの響きが次第に高まってクライマックスを築く。緊張が緩んだところで再現部となる。コーナでは独創ホルニア弦楽の幻想的な響きが聞かれ、木管が基本動機に基づく旋律を示し、次第に弱くなって結ばれる。沈みゆく太陽が崇高でしかも真剣な光を投げかける楽しい風景と表現されることもある。路長長。 4.4拍子。自由なそなた形式。都町長。3.4拍子。あわばの形式。A はチェロのピチカートに乗って応募が吹く主題。基本動機の範囲きなりである。B は2.4拍子でテンポが速くなるが、主題自体は A の変装で弦がそうする。二つ目の B は3.8拍子に変えられている。2町長。2.2拍子。 そなた形式、ありがとうございます。